ープジュース。今回は異世界特集。イエイイエイイエイ、大好き。異世界でおまけのお兄さん自立を目指す、うん、これはちょっと特殊で3人います、うん、美形王子と騎士団長、うん、かける巫女の召喚に巻き込まれたサラリーマンですね。はい、はい、これは神の子の召喚、うん、異世界のね、うん、にの召喚に巻き込まれたリーマン。リーマン、そう。で、転生した場所は BL ゲームの世界。はい、女の人はいません。いません。もう、おの子ばかり。あのね、もともと巫女として召喚された子は、BL 好きの普段子で。そう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 。で、まあ、僕が巫女なんだっていうのをね、分かっているという。うん。だから、それに巻き込まれたんだね。そう。その一人だけを召喚するつもりが、サラリーマンまで召喚されちゃったよ。だから、おまけのお兄さん。まあ、よくあるよね、おまけっていうのもね。うん。異世界的には。元の世界にも戻れない。そうなんそう。ことが分かって、まあ、自立して生きていくために、この世界のことを学ぶ。はい。お話ですね。うん、はい、まあ、なんか、こいつは、まあ、外に出てこうとするんやけど。うん、そうそう。まあ、危ない危ないみたいな。だって、こんな綺麗な子がね、そう、出て美人が出たらもう襲われまくっちゃうよ、つって。そうそう。でも、当の本にはね、普通のサラリーマンやから、うん、え、何言ってんのみたいな。そう、こんな城にかくまわれてさ、何もしないなんてちょっと無理だわ、みたいな。ね、うんうん。感じなんだよね。かわいそうよね。勝手に巻き込まれてる。巻き込まれて。そう、巻き込まれた絵、何の能力もない。かと思いきや、後から覚醒するんよね。うん、神の子こっちでした。清い体ではないといけないと。うんうん、なんか、ね、その感じでいくと、エッチできないけどどうなのみたいな。そうそう、そう、だからちょっと、ずっと、ですか？ね、ちょっと、どうなんやろうねっていう。そう、まあ、ちょっとお触りはあるけどね。お触りはね、まあちょっと出てきました、もう。だからこれは、なんかこう、総受けというか、誰かと恋人になるっていうよりかは、こう、いろんな人に、こう、まあ、ハーレムよ。最終的には誰かとくっつくかもしれんけど。え、どっちがいい？王子と騎士団長。え、それは王子。わいはね、やかん、こんなん、こう、戦争が生まれちゃうじゃん。確かにな。まあでも。強引な団長にちょっとキュンとくるところではあるよ。でも、総受け好きやから、うん、まあ、どっちも美味しいって気持ちはある。どうなっても、うん、そうそう、いいですっていうね、うん。今日から魔王は勇者のものです。うん、これは、鬼畜俺様勇者×不運弱き魔王ですね。はい。こう、ある日ね、こう、仕事帰りね、攻めの子と受けの子が喧嘩して、うん、で、なんか、えっ！ってやったら、受けの子引かれて死ぬねん。うん。で、目が覚めたら、受けの子魔王になってて、エッチな格好の魔王よ。ね。かわいいよ。その格好は、ハレンチな。で、よっしゃー、俺最強やわーと思ったら、攻めもね、勇者に転生してて。はいはいはい。で、あっさりね、討伐されるんですね。そう、めちゃめちゃ強いね、勇者が。勇者が、ね、レベル9999っていう。そうそう、強すぎて。で、お前は俺のものだって言われて、もう抱かれるエブリデイです。抱かれるエブリデイ。なるほど。はい。だよね。そう、いや、かわいいよね。不憫片思いじゃないけど。いや、そうよ。なんか、現世で、その、攻めの子は結構、受けの子好きやってん。そうそうそう。けど、好きな子いじめちゃうタイプやね。まあ、そうそうそう。すごい、受けの子はね、ずっとからかわれとるとか。そう、自分のことなんか、ちょっと。嫌いやから意地悪するんやっていう風の思考やったよね。と思ったんやけど、攻めは、アピールしてるむしろ。そう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 。お前のこと好き好きって言っとけど、で、全然伝わらんっていう。そうそうそう。ほんまに、最後の最後やからの伝わるの。そう。ちゃんと。それまでめっちゃ、いちゃけるけど、ね。いちゃけるけど、いちゃけるけど、で、伝わらへんねんっていう、なんかその感じ。だんだん攻め不憫になってくるもん。いや、ほう、そうなんよ、そうなんよ。お前だ、鈍感すぎるやろって思って。もう気づいてよってなるよね。そうそうそう。でも可愛いから許してって感じ。なんか、いやいや言っとくけど、快楽に抗えんけ。そうそうそう。可愛いよな。何かとちょっと、あれかっこいいなって思ってするね。そうそうそう。キュンってなるんだよな。最強の剣カップルじゃない、うん、魔王と勇者って。まあ、そうやね。ちゃんと、こう、なんていうの、思いが伝わったらさ。ね、めっちゃ可愛い。あ、まあ、最後、ニヤ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 する。そうやね、もう、ほんまに、みたいな。頬痛なるわってぐらい、にっこりっこしながら漫画見ちゃうからね。すごくエッチです。いや、エッチ。おすすめ。おすすめ。いや、可愛いから。うん、死んだら、悪役霊族で、幻のオメガなんて冗談じゃない。ない。はい。これは、一途に溺愛するワンコアルファ。うんうん。かける、幻のオメガ。中身は40歳サラリーマンです。はい。せやで。これね、40歳サラリーマン失恋するやん。うん。やけ酒するやん。まあ、公園で死ぬわけですよ。うん、ね、雪の中で公園で寝ちゃうからね。ね、投資しちゃうっていう。サクッと投資。うん。で、目が覚めたら、人気漫画の中の、うん、
おデブ悪役になってたんですね。悪役だから死刑になるわけよ、うん、これのこのまま行くと、うん、そうならないためにみんなともうめっちゃ仲良くしてたの、そう2兄弟たちとね、うん、そんな中幻のオメガとして覚醒するわけ、そう謎にね、そうえなんで俺がみたいな、こんなシナリオはなかったわけ、もう漫画でね、うんうんうん、そっからはもう義兄弟に爆モテしちゃうわけ、そうこのオメガに覚醒したらもうめっちゃ美少年になるよ、そう変身するってね、元はねちょっとねブチュっていうか、まあうん、ちょっとぽっちゃりの、まあ、ポチャポチャでね超ハーレム、うん確かに、そうその中でこのおデブちゃんの時から好いてくれてたアルファのことも、うん、そう弟ね現世であったさ、うんうんうん、漫画でしょ、うん、その中では華奢な子になる予定だったけど、そうそうそう可愛い系だったね、このこいつがなんかたくましい方が好きって言って、そうめっちゃ鍛えてめちゃめちゃマッチョになったっていうね、可愛いけなげ、うん、けなげワンコずっと好きなんやねっていう、うん、でも二部チンやからね気づいてないねこの子は、幻のオメガになったせいか、うんうん、ずっと襲われるいろんな人に、そうだねで助けに来るワンコアルファよ、そうなんよね、マジほとんどピーチ姫、ああまあそうだね、うん、ピーチ姫だね、一番頑張ってるのはこの攻め、うん確かに本当にいいやつ、ね、こいつはずっと頑張ってるからね、うん、いや本当になんか報われてよかったねってなるよね、いや可愛い可愛い、なんかオメガと転生ものが合わさってるからちょっとなんか特殊な感じになる、なんかまあ設定てんこ盛り、そうねだからこそ味わえる味みたいな感じがして、うんうんうん、結構いいよね、とんでも展開がね、あそうそう多い、うんうん、オメガのいいとこと転生のいいところをうんってしてバーンってした感じ、爆誕、そう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 、だからなんかどっちも味わえるよって感じはあるよね、うんうん、今回は、はい、異世界 BL 紹介させていただきました、ましたでは、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、せーのバイバーイ。